本当に間合いとか、まあ、殺気とか、あと自分のストロングポイントとか、まあ、すごい大事なことがたくさんあって、で僕が一番思ったのは、小林さん、まあ、ちょっと小柄じゃないですか。そんな選手でもこう、まあ、僕、まあ、元プロですけど簡単に抜かれちゃうわけですよね。これもっとあの若い世代からいろんな選手たちが学んで、それをもとに自分のドリブルを磨いていってもらったら、世界で通用するドリブラーっていうのが日本で生まれるんじゃないかなと思っていて、ものすごく期待してます。これね、岡部さんの練習絶対やった方がいい。あのちっちゃい頃にやればやるほど、みんなね、自分の間合いっていうのは分かってくると思うので、あとは岡部さんみたいに笑顔で楽しく、サッカーをやってほしいなと思います。僕も応援します。頑張ってください。ありがとうございます。